うだ、立花さん。電話で呼び戻せばいいじゃない、推理の仕切り直しだって。そういえば、立花さん、直人さんから電話がかかってきた後、携帯の電源を切ってたっけ。なんですって、それじゃ連絡の取りようが。まったく、こういう時に限って。あの、どうしたんですか。え、カイさん、立花さんを見なかった。君を探しに行ったはずなんだけど。はい、立花さんにここに来るように言われて。ところで、至急話したいことというのは。立花さんに会ったんだね。で、立花さんは今どこにいるの。わかりません。みやびを探すって言ってましたけど。桃井くん、みやこさんは私が探すわ。桃井くんは甲斐さんに事情を説明しておいて。いや、僕が探すよ。説明は忍からしておいて。分かったわ。何があるか分からないから気をつけて。ありがとう。しちゃったんだろうな、立花さん。いや、どこに行っても見つからなかった。カイさんは？現状を説明してみんなのところに行くように言っておいたわ。それより、私大切なことを見落としていたの。大切なこと？あんなに何度も読んでいたのに気づかなかったなんて、どうかしてたわ。何のこと？あのリュックに入っていた手紙の文のことよ。あの手紙がどうかしたの？もう一度あの手紙に書かれていたことを思い出してみて。これってもしかして。そう、これは1ヶ月前の事件に対して言ってるわけじゃないの。爆弾事件はこれから起きるのよ。それも今日ここで。犯人はこれから起きる爆破事件の罪をその少年にかぶせようとしていたのよ。ここで爆弾事件が起きるって一体どういうこと。今事務所にいるんだけど、大和さんを問い詰めたらやっと白状したわ。今日ここに集まった本当の目的をね。本当の目的って、まさかウォーターアイランドに爆弾を仕掛けるため。そうよ、大和さんの話だと言い出したのも企画したのもリーダーの雅らしいわ。爆弾が仕掛けてある場所はもう分かってるわ。これから警察
待って。しのぶ、まだ話は終わってないのに突然。めぐるくん。立花さん。さっきカイさんに会えたの。そっちに行くように言っておいたわ。ああ、ちゃんと会えたよ。それより私は観覧車に行ってくるわ。何かあったらまためぐるくんの携帯に報告するから。観覧車？なんでそんなところに。カイさんにミヤビを探すなら上から園内を見た方がいいって言われて。じゃあまた。ちょっと待ってよ立花さん、彼はもう。こんなんじゃ携帯持ってる意味がないよ立花さん。どうした？もう疲れたのか？あのからくり時計のお人形さんたち、どうして動かないの？え？だって、ちょうどの時間になったら出てくるんでしょ？本当だ、朝は動いていたのに。壊れちゃったのかもしれないね。きっと、お人形さんたちも疲れて休んでるのよ。掴んでおかないとダメだよ。ありがとうお兄ちゃん。もうこんな時間か。
橘さん？違うわ、忍ぶよ。彼女まだ見つからないの？さっき電話がかかってきて、観覧車の方へ行くって連絡があったけど、それっきりで。観覧車？観覧車がどうかした？ごめんなさい、さっき肝心なことを言い忘れていたのよ。彼らが爆弾を仕掛けた場所は観覧車よ。警察に連絡して爆弾処理班を呼んでもらったわ。でもここって離島でしょ。到着するにはまだまだ時間がかかりそうよ。観覧車にはこれ以上人を乗せないように頼んだけれど、その爆弾時限爆弾ではないみたいなの。起爆装置には携帯電話が使われていて、その携帯の番号を鳴らすと爆発する仕組みらしいわ。番号を知っているのはメンバーだけ。ヤマトさんとザップはもう警察に見張られているから何もできないけれど。ごめん、また後で連絡するから。大変申し訳ありません。観覧車の動作点検を行いますので、本日は終了させていただいております。すみません。僕の友達が乗ってるかもしれないんです。あなたは、ミヤコ様の？ミヤコさん、橘さんを見ませんでしたか？観覧車に行くと言ったきり連絡がなくて。ミヤコ様が？忍に聞きました。ここに爆弾が仕掛けられていることを。ヤッホー、今下にいるでしょう。やっぱり高いところからだと下の様子がよく見えるわね。立花さん、橘さん、今どの辺にいるの？ちょうどてっぺんのあたりよ。それよりさ、さっきからなんか下の様子がおかしいんだけど、どうかしたの？聞いてくれるかな。え、うん。ジャングルで死んでいた秋田亮介のリュックに入っていた遺書の内容覚えてる？遺書の内容？大勢の人を傷つけたので死んでお詫びしますだっけ？よく思い出してほしいんだ。彼らが最初に起こした公園の爆破事件では怪我人なんて一人もいないんだよ。どういうこと？めぐるさん、大丈夫ですか？大丈夫です。
ちょっと肩を打っただけですから。ここは危険です。離れましょう。だけど立花さんが。めぐるくん大丈夫？なんで下が燃えてるの？あ、立花さん、僕は大丈夫。あのさ、橘さん、落ち着いて聞いてほしいんだけど、今制御室が爆破されたんだ。犯人の本当の目的は観覧車を爆破することだったんだよ。嘘。立花さん、何？もしかしたら今のは本気でここを爆破するという脅しで、本番用の爆弾は他にあるのかもしれない。また爆発が起きるってこと？そう、それももっと威力があるものかもしれない。それこそこの観覧車が倒れるくらいの。僕が。何とかしてくれるのよね。え、信じていいんでしょ、めぐるくんを。立花さん、橘さん、必ず僕が犯人を捕まえてみせる。絶対にここを爆破なんてさせないから。めぐるくん、分かったわ。とにかく橘さんは動かずにじっとしてて。昼寝でもして待ってるわ。適性診断。ここは私のパートナーとして、あなたがどの程度の適性があるか評価するコーナーよ。まあ、ゲーム終了後のお楽しみってとこね。それじゃあ早速評価を開始しましょうか。まずは決断力の評価よ。
つらいわね。それじゃあ最終評価に移りましょうか。あなたのワトソン君適性はどの程度かしら。このままじゃダメね。もしかすると予習見習いに降格される日も近いんじゃない。無駄かもしれないけど、とりあえずアドバイスだけはしておいてあげるわ。あなたは何よりも判断力を向上させることに集中するべきだわ。考えて答えを出しても結果が伴わなければ意味がないわ。それはそうと、あなた肝心なところで重大な転機を見逃してしまっていたわ。次からは注意した方がいいわよ。まあ何はともあれ、また会えることを期待して待ってるわ。それじゃあまたね。バイバイ。Thank you.